すげえまがまがしい家になってんだけど、あれこんなんじゃなかったよね。え、これ積みじゃないよね、積みじゃないよね、勘弁してよ。よーし、やってっか。こんにちは、犬たぬきです。はい、というわけで今回はですね、またまたハイフワールドに来たんですけれども、なんかね、最強の家らしいよ最強のセキュリティハウスって書いてあった。というわけでね、行ってみよっか初っ端から村人がなんかこんなとこいるけど大丈夫？これ作者さんかな。 ありがとうございます。でね、ちょっとやったんだけど、まずね、こういうところもトラップなんだよ。ほら、これで死んじゃうの意味わかんないよね。もう一回、ここでね、ここ来るとこれだけで死んじゃうの最強すぎる最強すぎるよ。ここどうなってんだろう。めっちゃ楽しみだねこれ。え、どういうこと？うわ、マグマだ、やば。え、いけないじゃん。なんかあんの？橋かなんかがあるってことかな。あ、ボタンある。じゃあそしたらボタン使うか。はよ。何？いやー違う、橋じゃない。何が出てきたこれ。え、やば。あー、はい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 、あ、わかった。このパターンね、このパターン、わかりました、わかりました。このパターンはおそらくこうだよね、こうだよね。これでほい。わー、びっくりした、壊れた。おお、すげえ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 。これコマンドブロックの力か。橋ができた。よし、じゃあ進んでこう。あれ、いきなり行き止まりかこれは。入れる？入れた。いやー怖いなーこれ。死なずに行けるかだよね。またボタンがある。うかつにボタン触んない方がいいのかな。ちょっとここら辺見てみる。オープンブリッジ、こっちはクローズビリッジ。あ、閉まるの？あ、閉まった閉まった、すげえすげえすげえ。あ、でこっちでオープンできんのか。なるほどね。せーの、ほい。これ開くの？開いた開いた。なるほどね。いやなんか見るからに怪しいものがたくさんある気がするけど大丈夫か。え、中めっちゃ綺麗。この内装良くない？見て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 。はあ、なるほど、旗使ってんのか。あ、でこれ椅子がなんか閉まってるような感じしてる。すげえすげえ。え、こういうのもめっちゃいいね。これさあ、これ作れるよ普通にバニラで。そしてこっちはクリックヒアトゥーゴーダウン。あ、下に行けるのね。ちょっとじゃあこのフロア全部見てからにすっか。トランスファー、トランスファー、何？変形？うわ、え？すげえ、かっこいいやば、上から何かが落ちてきて紙くずが落ちてきてんだけど。さてこっちは、あー、テレビじゃん。え、テレビめっちゃすげえ。これどうやって作ってんの？この横にあるのエンダードラゴンのあの頭？こんなおしゃれになるんだ。いや、なんで死んだちょっと待って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 、何が起きた今。マジで今何が起きた？なんかこの辺り、いやいや死ねひとまずこのオレンジのベッドはダメだ。こっちは大丈夫か。せーの、ほい。いや死ねんかよくつろいだら死ぬの。じゃあそしたらこっちこんな感じに進みますか。あ、若干テクスチャ変えてたりするんだね。これ何？なんか動いたりすんの？さすがに動きはしないか。これなんか書いてあるよ。オープンクローズ、オープンクローズ。地味あれ地味だけどさ、これ何が起きてんだ。あ、なるほど、ウールのカーペットとあと横にこのウールを埋め込んでるのをこういう風に繰り返すことで。なるほどね、オープンクローズしてんのか。あとこっちにもボタンある。なんかうかつにね、いろんなとこ行けない。ファイヤープレイス、はいあれ待って、今上から木が落ちてきたぞ。そんなことあるか上から木が丸々落ちてくる。これは面白いな。さてここはなんか書いてある。スーパーアーマースワッポン、スポーナー、はい、わスワッパーか。なるほど、じゃあ僕はこのアーマーでいきましょうかね。でこっちはなんだ。あ、これシャワーでしょ、どう見ても。はい、またこの感じかあー、でも今回は水も出てるシャワー作る鉄板なんだねこれ海外の方では。いや、なんかセキュリティハウスって言ったからめちゃくちゃトラップがあるのかなと思いきや、中はいい感じだね。よし、じゃあそしたら上行こうかな。上行きましょう。ここでボタン押せばいいのかな。わー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 、おお、来た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 、2階。え、2階もかっこいい。さてこれはなんだ。え、何これ、
これどうやって作ってんの？もうなんかよくわかんないブロックが、ああこれこれ金床やん。で椅子、椅子やっぱかっこいいなこの椅子。これなんかパソコンみたいな感じのイメージしてんのかな。そうだよね多分。お、矢印、矢印行きますか。あ、ベッドだ、ベッド、ベッド怖えんだよな。さあ寝てみますか。大丈夫、大丈夫、死なない、よかったえ、こんな絵あったっけ。これデフォルトじゃないでしょこんな絵で。小型のパソコンとかがあって、こっちは、あ、お風呂だ、お風呂、おお、お風呂だ。え、海外の人ってお風呂入るの？シャワーだけだと思ってた。お風呂入るんだ。さて元の方にちょっと戻ってきたけど、これ何するところだろう。え、でもこっちに椅子があって、こっちにも椅子があるから、お店とか、家にお店があんの、やばどんだけ豪邸なんだ。こんなもんか。じゃあそしたら地下行こっかな今度は。ちょっと一旦降りるね。で地下はどっちかっていうとこれか。これでいけるはず。せーの、ほい、うわダメージ食らうのかよ地下への落とし方雑。地下は怖いよな。今までなんかあんまり、まだセキュリティってとあんま感じなかったけどさ、何も入ってないけどさ。ちなみにこれは上に上がる。いや、ダメージ食らうんかい毎回ダメージ食らうんだけど。そしてカミングスンあれちょっと待ってカミングスン、このフィールドまだ完成してないの。アンダーグラウンドベース、はい、メインコントロールセンター。じゃあちょっとメインコントロールセンター行ってみる。カミングスーン開いたんだけど。え、お、え、あ、カミングスーンはちょっとまだカミングスーンだわ。え、じゃあそしたらとりあえずメインコントロールセンターの方行くかこっち来ました。お、びっくりした、びっくりした青鬼のやつまた来たわこのドックンドックン好きだよね本当。でこれがブルー、うん、グリーン、何これ、アウトサイドベースカラー。あー、なるほど。え、ベースカラーが変わるの、何アウトサイドって。まあいいや、じゃあグリーンにしとこう。でこれはハウスセキュリティモーズ。あー、モード変えられるのか。ノーマル、ハイ、ノン、エクストリーム。エクストリームがでも一番いいってことだよね。あ、じゃあ今もうすでにエクストリーム状態なんだ。じゃあ最強のトラップだよ。次、アザースタッフ、はスーパーアーマー、スーパーアーマー、はい、うわ、びっくりしたびっくりした。あれ、もう持ってるわいらないんだけどスーパーアーマーさん、さよなら次、エマージェンシーエスケープ、エマージェンシーエスケープ。待って待って、緊急通路みたいな。うわ、緊急通路だ、やば、かっこいいなこれ。テレポートトゥーザフローティングアイランド、アイランド、いや、カミングスーン、カミングスーンを押したくなる。それダメか。テレポートトゥーザフローティングアイランド、島に飛ばされんの。やるよ、じゃあ。え、どこ、ここ、あ、一応戻れんの、違う、アイランド2に行けるんだけど。戻れねえのかよ、ちょっと待って嘘でしょ。え、ってかさ、こんなセキュリティあったっけ、この赤いのブワーって出てんの。え、マジか。あー、おー、やべ、落ちちゃった。え、待って、やば、最悪、待って、あー、やばい、危ねえ危ねえ、やばいとこ来てる。うっそうっそ、アイランド2に行きたかったんだけどな。うわ、マジかよ、この煙もくもく状態のところを降りてます僕。よいしょ、まあでもなんとか、なんとかこっち来れた。しかしここはどこだ、またドックンドックン行ってる、なんだこれ。おお、え死んだしマジかよすげえまがまがしい家になってんだけど、あれ、こんなんじゃなかったよね。あー、そういうことか、これがエクストリームにした時のモードってこと。死ぬんだけどこれえ、これ積みじゃないよね、積みじゃないよね、勘弁してよ。この横行くしかないってこと、エクストリームだわこれはちょっと待ってめっちゃ難しくなったんだけど急に。下、下降りんの、下降りるよ、やばい、あ、終わった犬だらき選手終わりました。向こうに行けたりするのかな、あ、落ちた即死なんだけど